どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。吉本プラモデル部ポーク鈴木です。ということで、今回はですね、いつもの武器に変えて、夜間を持った、このキットをご紹介したいと思います。ミニガンプラ RX78 の2ガンダム、夜間装備、クリアカラー&ミニガンプラ MS06、量産型ザク2、夜間装備、クリアカラーでございます。ということで、今回はですね、2013年に、カップヌードルのカレー味発売40周年を記念して作られた商品でございます。キャッチコピーがですね、ガンダム夜間を持ち立つということでですね、このガンダムの方はカップヌードルカレーに、そしてこちらのザク2ですね、ザク2の方はカップヌードルグリーンカレー、そしてもう一つですね、シャア専用ゲルググもあったんですが、そちらは赤いカレーについていたということでございます。ということで今回はですね、こちらのガンダムとザク2をゲットすることができましたので、今回はこちらを2つ作っていきたいなと思っております。それではまずはですね、ミニガンプラ RX78 の2ガンダムの夜間装備バージョンの方を作っていきたいと思います。さあ、どうやって開けるんでしょうか。とりあえずオープン。はい。こんな感じでございます。はい、いろいろ入っておりますね。まずは、いろいろとパーツがね、うわ、黄色い。うわカレー感がすごいな、このパーツの色。あ、夜間ですね。うわ、珍しい。夜間パーツ。そしてこれが、説明書ですかね。あ、なるほど。このいろいろと、この、100分の1スケールが、当たるキャンペーンだったということで。すげえ。MG が当たるキャンペーンだったんですね。あ、すごい。この、蓋の裏についている、これいろいろね、カップヌードルカレーの説明の裏側にですね、ちゃんとガンダムの機体解説がね、書いてあります。これ嬉しいな。2013年で5年前の時点で、販売数が4億個超えてたと。すごいな。カップガンプラの時もそうでしたけど、やっぱこの裏のね、コラボしてるとこの絵がめちゃくちゃかっこいいんですよね。黄色のガンダムかっこいいな。はい、ということでパーツ並べてみました。こんな感じでございます。はい、さあそれでは実際に作っていきたいと思います。はい。はい、頭の部分が完成しました。ちっちゃい。普通のガンプラの HG とかのパーツだったら、これほんとポリキャップ1個と変わんないぐらいのサイズですね。お、ちっちゃい。ということで、こっからの作業は早送り。ということで、ミニガンプラ、ガンダム完成しました。こんな感じでございます。はい、続きまして、ミニガンプラのザク2を作っていきたいと思います。はい、ということで、今度はですね、ミニガンプラのザク2開けていきたいと思います。オープン。はい、こんな感じでございます。はい。ランナーですね。結構濃い緑ですね。ザク2、普通のザク2に比べて、緑感が濃い緑ですね。そして説明書が入ってます。今回もね、こっちの裏に、今度はザク2の説明書がいろいろ書かれております。はい、ということで、ザク2のパーツを並べてみました。こちらはですね、早送りなしで、はい、ということで、ミニガンプラのザク2完成しました。はい、ということで、ガンダムと2体並べて見ていきたいと思います。はい、ということで、ミニガンプラ RX78 の2ガンダム、夜間装備、クリアカラー、そしてミニガンプラ MS06、量産型ザク2、夜間装備、クリアカラー、完成しました。かわいい。キットに対してね、可愛らしいキットじゃない限り可愛いなんていうことはないんですけども、やっぱサイズ感とかがね、可愛いですね。しかも、すげえ細かくモールドとかも入ってるっていうのは、やっぱ、すごいですね。ガンプラはほんとすごいですね。両方とも今夜間を装備させてる状態でございます。前から見るとこんな感じ。後ろから見るとこんな感じでございます。はい、可動に関しましては、首が、こう刺さってるだけなので、ぐるぐるっと回ります。で、腕も、360度、一応肩の部分が丸いジョイントになってますので、ちょっとこう余裕のある360度回る形になります。横もちょろっとだけいけるようになってます。で、足も、ちょっと動くかな程度ですね。なので、ちょっと足を広げるとか、狭めるとかいう程度はできます。ただもう手首とかね、肘に関してはもう可動は一切ないので、そのぐらいの動きの幅ぐらいですね。あとは手がですね、やかんがですね、手にそのままくっついてますので、こんな感じで手ごとやかんとビームライフルとかを交換するような形になります。ザクに関しても可動はもうほぼほぼ一緒の感じでございます。で、ザクの方も武器を付け替えるときは手ごと交換するような形になります。トップガンプラとかと比べるとサイズ感はこんな感じですね。このぐらいの SD と、カップガンプラとサイズ感比べるとこんな感じでございます。ほんとカップガンプラの半分ぐらいですかね、サイズ的には。そんな感じでございます。はい、ということで、カップガンプラ最初にね、カップガンプラの、カップヌードルオリジナルカラーバージョンのガンダムを作った際にこういうのありますよっていうコメントで、あ、そんなのあるんだということで探してみてあったキットでございます。ということで、コメント欄にもこんなキットありますよみたいなのを教えていただけましたら、ちょっと探してみて作れるものは作っていきたいなと思っております。ということで、今回はですね、ミニガンプラ RX78-2 ガンダム夜間装備クリアカラー、そしてミニガンプラ MS06 リオ3型ザック2夜間装備クリアカラーでございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いいたします。 Twitter、Facebook 吉本プラモデル部やっておりますので、そちらもフォローお願いいたします。ありがとうございました。